はい、どうぞよろしくお願いいたします。今日は冒頭にガンバ君とランバちゃんが、来てくれておりますが、私の方からまず報告とお願いを申し上げたいと思います。いよいよ明けに迫りました長崎ガンバランバ国体、長崎ガンバランバ大会について、何点かお話をさせていただきますが、すでに皆様にはお知らせをさせていただいておりました通り、今月7日から両大会の開閉会式における一般観覧者の募集を進めてまいりました。これまでに国体の総合開会式についてはすでに7000席を超えるお申し込みをいただいております。その一方で国体の総合閉会式、そして障害者スポーツ大会の開閉会式においてはまだ席に余裕があるような状況でございます。この国体の閉会式につきましては、本県出身の歌手でいらっしゃいます前川清さんにゲスト出演をしていただきますとともに、総合成績発表、天皇杯、皇后杯の授与が行われるなど、大会を締めくくるにふさわしい魅力あふれる感動的な式典になってくるものと考えております。一方また障害者スポーツ大会の開会式については草野仁さんに司会を務めていただき、前川清さんはじめ地元出身の著名人の映像出演による地域の魅力紹介、障害者団体によるパフォーマンス、さらに国体と同じく長崎万華鏡をテーマにした高校生や特別支援学校生徒らによる和太鼓の演奏、創作ダンス、マスゲームといった、歓迎演技のほか、本県出身の田中春菜さんの歌と地元の園児らのダンスなど、少し時間は短くなってはおりますけれども、ほぼ国体と同じような構成で開催がされるもので大いに楽しんでいただけるものと考えております。また閉会式ではファイナルステージとしてさだまさしさんのライブを行うなど、国体同様見どころの多いプログラムとなっております。6月30日の締め切りまで、まだ期間はありますが、たくさんのご応募をお待ちしているところであります。そしてもう一点参加の呼びかけをさせていただきます。この長崎ガンバランバ国体ではデモンストレーションとしてのスポーツ行事が県下九市六町において19行事実施され、一部の行事についてはすでに4月1日から参加申し込みの受付が始められたところであります。このデモンストレーションとしてのスポーツ行事は、いわゆる各都道府県の代表が競い合う正式公開競技とは別に、地域に根ざしたスポーツの普及振興を図ることを目的として、県民の誰もが参加できるスポーツ行事でありますので、県民の皆様方の多数の参加をお待ちしているところであります。最後に長崎ガンバランバ国体及びガンバランバ大会の広報活動についてご報告をいたします。今月15日ガンバランバ国体の開幕までちょうど150日前となったことから、これを契機として両大会の開催機運の醸成に向けた広報キャンペーン、みんなで参加しようキャンペーンを始めております。来月初旬からは新たに路線バス8台にラッピングなどの車体広告を施し、順次走らせることといたしております。今後とも両大会の開催機運の醸成に向けた広報活動を積極的に展開し、皆様方の心に残るような素晴らしい大会としていきたいと思っておりますので、引き続きご協力をいただきますようお願いをいたします。それからもう一点、お手元にお配りをさせていただいておりますが、長崎琵琶と県産茶、緑茶、玉緑茶の紹介、
をさせて、いただきます。県産のたまら緑茶の紹介をさせていただきます。まず一口味わっていただきたいと思っておりますが、この長崎びわにつきましては、皆様ご承知の通り日本一の生産量を誇る本県の特産品でありまして、露地びわの出荷最盛期を迎えております。本年産の露地びわについては、生産者の皆様方のご努力により前年産を上回る生産量が見込まれておりまして、天候にも恵まれ大変おいしいびわに仕上がっております。本格的な出荷の2年目を迎えておりますナスタより、これは新品種でありますが、大玉で糖度が高く食感が良いのが特徴でありまして、昨年産の2倍となる80トンの出荷量が見込まれております。市場では高い評価をいただいており、今後ますます栽培面積の拡大や販売促進を支援し、新しい長崎びわの顔となることを期待しております。それから県産たまら緑茶の新茶を水出し緑茶でご提供をさせていただいております。今年の新茶につきましては、天候に恵まれ例年以上に良い品質に仕上がっております。色合いもよく、爽やかな新緑の香りと深みのある味わいになったところであります。今日ご提供させていただきました水出し緑茶につきましては、これからの暑い夏の季節にぴったりな飲み物であります。皆様には水出し緑茶の作り方についての資料も合わせて配布をさせていただいております。ご家庭や職場で簡単にできますので、ご参考にしていただければと考えております。また5月1日から6月30日までの間、飲んでみんね長崎新茶祭り2014を開催しております。さまざまなお茶関連のイベントを行っているところであり、特に6月29日これは日曜日になりますけれども、長崎市民会館で小学3年生から6年生までを対象にお茶の知識と入れ方の技術を競う T1 グランプリを開催する予定であります。長崎びわにつきましては、県内のデパート小売店、長崎県産たまら緑茶については県産茶の指定店でご購入いただけます。旬を迎える県産農産物のご愛顧をいただきますようお願いを申し上げます。冒頭に2点お願いをさせていただきました。よろしくお願いします。私の方からは以上でございます。どうぞ何か、はい、管理者の長崎新聞から何点か、はい、冒頭言われましたこの国体の PR の件なんですが、はい、まあ、1ヶ月弱というか20日弱ぐらいで1万席に対して7000人ぐらいの応募が来ると、これは滑り出しとしては上々だという考え方です。そうのようです。あの他県の事例等を見ると、あの非常に順調に進んでいる方ではないかと思っております。閉会式とかあのガンバランバ大会の方は、まあ、空きがあるということですけども、やっぱりちょっとやっぱり人気がないということなんですか。もう少しやっぱり時間があるというような方々も多くいらっしゃるんじゃないんでしょうか。あの6月30日までまだ1ヶ月以上ございますので、ただまあ、先ほどご紹介をさせていただきましたように、あの非常に、魅力的な開閉会式楽しんでいただけると思いますので、そういった情報をもっとしっかりお伝えしていかなければいけないと思っております。はい、じゃあちょっと別件ですけども、昨日ですね、東京の方で新幹線の与党 PT に対して、はい、あの最大2年3ヶ月の工期の短縮を図って、
オリンピックまでの対応を要望されたということなんですけれども、実際知事はですね、これ実現可能な2年、最大2年3ヶ月の工期短縮というのは実現可能だと思われているのかどうかというのが1点ですね。でもう1点はオリンピック前に開業するメリットみたいなのはどういうことを考えてそう言ってらっしゃるのか。まず1点目の実現可能性の問題でありますけれども、この与党プロジェクトチームの議論の経過についてはすでに皆様ご承知の通りでありまして、北海道北陸ルートについては財源確保の問題あるいは技術的な側面もあるんでしょうけれども、そういった観点で議論がなされてきました。でこの西九州ルートにつきましてはもちろん非常に難しい技術的な調整を要する課題もあるんですが、一番大きな課題と考えておりますのはフリーゲージトレインの開発手順ですね。これが他のルートにはないような課題になっておりまして、これがいわゆる開業時期とこう考えております平成34年6月この前まで続けられるというスケジュールになっているわけでありまして、私どももこれまで技術的な課題そういった新たな車両の開発等の問題がありますので、一日も早い開業に向けて努力をしてくれという要請を重ねてきたところでありましたけれども、財源の検討が進められ他のルートについては1年2年あるいは2年3年というような議論もなされているわけでありまして、今回改めてですね、この開発スケジュールについて、例えばこういった取り組みができないのかという提案もさせていただきました。この試験車両の開発はすでに終わっておりまして、これからいよいよ60万キロの走り込みが行われる形になります。でこの耐久走行試験に相当の時間がかかるということでありまして、実情を見てみますとほぼ長崎から福岡までの新幹線軌道在来線軌道のウェイトに応じて、昨日お聞きした話では新幹線軌道2対在来線軌道1の割合で走り込みを行うという話でありました。ところが私どもがやはり希望しておりますのは何としても山陽新幹線、区間に乗り入れて、いただくということが新幹線のあり方だとこう思っておりまして、そういった新大阪までの区間を考えますと、実は新幹線軌道 97%、失礼しました 93%、 在来線区間 7% 程度になるわけでありまして、そうなるとですね新幹線軌道を 97% 走るということになるとその分だけやはり時間短縮につながるのではなかろうか、そういうことも視野に入れて技術的な課題財源の問題等についても検討評価をしていただいて少しでも前倒ししていただけるように、でそしてまたいわゆる試験車両そして実際の車両の設計開発製作等の期間もですねできるだけ短縮していただくような方策が考えられないのか、そういうことで1年3ヶ月前倒しして、していただくか、あるいは2年3ヶ月、平成31年度内の、開業を目指して、諸課題の整理検討をいただきたいという話をさせていただきました。
そうですね、あのやはりですね、あのオリンピックというのは世界のイベントでありますので、数多くの海外からのお客様も期待されるわけであります。でご承知の通り、九州は西日本、西九州はまさにアジアの玄関口でありますので、そういった地域からお入りいただいて、新幹線を使って、西日本、東京に至る周遊ルートなども新たにできてくるわけでありますので、ぜひそのオリンピックでお越しいただくお客様、オリンピックに参加していただいた方々もまた九州まで足を伸ばしていただく、それには絶好のチャンスであると考えておりまして、相乗効果も期待できると思っております。そうしたことから、そのような提案をさせていただいたところです。JR 側はですね、やっぱりその言われたフリーゲージなんかのそこに時間がかかるから、ちょっとこう難色を示されてると聞いてるんですけども、最初の質問になりますけど、その実現的に2年3ヶ月、先にあのなるのは現実的にできるのかなっていう、微妙な問題があるんではないかと思います。確かに JR 九州の方からは、この開発車両の課題を考えたときに、より厳しいその在来線での走行を重ねていく必要があるのではないかというようなご意見もありました。これも確かに線形が難しい線形であったり、負荷がかかるというような要素もあるんだろうと思うんですが、同じようにですね、フリーゲージを新幹線軌道を走らせてどのような問題が生ずるか、これも同じようにやはり課題ではなかろうかと、こう考えて先ほど申し上げたような提案をさせていただいたんですが、例えばその本件が提案させていただいたことによってどの程度の期間短縮につながるのか、そういったことも含めてですね、しっかりと検討をしてもらいたいな。で、どの程度の期間短縮につながり、そしてまた合わせて先ほど申し上げたように、実用車のその設計製作に至る期間も相当期間取られておりますし、そして実用車を実際運行する前の試験走行、これも2年半ぐらいの期間が想定されているわけでありますので、それぞれをですね、少しずつ短縮をしていただくということができれば、2年間の前倒しというのも不可能ではないんではなかろうかと思っております。これはやはり車両の開発、耐久性試験などをやっておられる技術的な担当者の方々の意見もしっかり聞いていかなければいけないと思っております。一点ですね、先日県議会の方で、6月に行われる政府施策要望ですか、これに県議会としては行くのを取りやめるということに決まりましたけれども、これについて知事はどういうご感想をお持ちなのかです。国に対する県の政策要望っていうのはいろんなやり方があるんだろうと思います。ご承知の通り、これまでは議会と私ども理事合同で要請活動を行ってまいりました。また議会からご参加いただく方々も相当数に上っていたんでありますが、他県の状況等を見るとですね、それぞれ違うようなんですよね。議会と合同で要請活動をやっておられる団体むしろ少なくて、理事者側だけで要望活動をやっておられる県の方がむしろ多かったと記憶をしております。そこはしたがって、議会としてのご判断に
お任せするという形にならざるを得ないのではないかと思います。以上です。各社さんどうぞ。NCC の西山です、はい、先ほどの新幹線にちょっと戻ってしまうんですが、そのおっしゃられた昨日の政府のプロジェクトチームで、まあ座長の方からもそのフリーゲージのこともあるし少し困難ではというような話も出ましたけれども、それについての受け止めも先ほどの回答で、それでもあの2年前倒しを今後とも要請していく、継続して要請するということでよろしいんでしょうか。それはですね、やはり状況を十分説明していただきたい。で、さまざまなあの課題があるんだろうと思うんですけれども、そういう課題についても地元としっかり共有しながらあの進んで、いかなければいけないと思っております。で、その一時的には冒頭申し上げたように他のルートにはないような課題として、フリーゲージトレインの新規開発実用化という手順が 本ルートの場合には必要になってくるんですけれども、ただまあよく実情を聞いてみないとわからないわけでありまして、先ほど申し上げたような発想の転換を進めていただく、あるいは技術的にはもう相当十分対応できるというような評価もなされているようでありますので、あとはその耐久性走行試験をいかに短縮できるかという問題になってくると思いますので、その時間を効率よく短縮することができれば不可能ではないんではなかろうかと思っております。他にございますでしょうか。どうぞ。日本新聞のキャリマですけど、すみません、長崎新聞の松ですが、世界遺産のちょっとことでお伺いします。軍艦島の整備についてなんですが、先日ですね、長崎市側の市議会の方で、まあ、26億円案と、まあ、50億円の、まあ、2つの案に絞って、まあ、今後整備を考えたいということをちょっと述べてたんですけれども、まあ、その中で県の方にも、まあ、正式に財政支援を、まあ、要望するという話が出ました。まあ、県としては、まあ、この軍艦島の保全整備に関してですね、まあ、財政支援をするのかどうか、その考えをちょっとお聞かせください。まあ、それは市の方から支援要請があるということになれば、具体的に検討をさせていただくということになるのではないかと思っております。実を言うとですね、この文化財の保存整備関係の事業についてはかなり厳しい予算の中でいろんな事業がその長崎市に集中してしまうというようなこともありますし、そしてまた財政状況等から考えましても中核市として大切な役割を果たしておられる市でありますので、ちょっと取り扱いが異なる面がありました。まあ、そういった中で今回そう同じような文化財史跡の中でも、世界遺産という形になりますので、その辺をどう調整していくのかというのはこれから具体的なご要請ご提案をいただいた上で検討をしていかなければいけないのではなかろうかと思っております。はい、ごめんなさい、ちょっと、はい、西日本市の北島ですけれども、この前県の臨時職員の方が社会保険に入れなかったということで提訴されたというような事案がありましたけれども、これに対する市の受け止め方とこの制度自体がちょっと問題ではないかというような話もありますけれども、これを改める考えがあるのかという、そのことについてお話ししてください。今回、その提訴をされたということなんでありますが、実はどういった点で提訴されているのか、まだ訴状をいただいてないというような状況であります。状況をお聞きしてみると、
その県庁の同じ課で仕事を続けてこられて、で雇用主体が県になったりあるいは団体になったりということで、あの相当期間仕事をしてこられたと。で、まあ、その業務内容はどうなんだという話をしてみますと、それは県の業務もありますし、団体業務もあったと。それが混在するような形で仕事をしていただいてきたということのようであります。で本来ですね、こういった短期雇用の皆様方については特定の業務があって、それをその基本的には2ヶ月以内でお願いをする。で次またお願いするときには基本的には別の方をまたお願いするというような取り扱いが普通ではなかろうかなと思っております。ただまあそれぞれ継続してお願いをしてきたという実態はあるわけでありますので、これからそういう実例を踏まえてどう改善していくのか、非常に分かりにくい形になっておりますので、雇用される方々に対してもしっかりそこの考え方をお示しをする。県としても各公的機関団体の方々とその不透明な状況の中で雇用がその雇用問題が出てくるというようなことがないようにきちんと区分けをしていかなければいけないと思っております。はい、長瀬教授の話です。先ほどの新幹線の話もするんですが、昨日の与党の PT、 与党の PT で PT の方からは、そういう問題があるんだったら県とそれから JR 九州とできちんと話をしなさいというような話もあったかというふうに聞いてますけれども、今後そのような場を持つなり、まあ、自分レベルもそうですけども、やっていくお考えというのはあるでしょうか。それは当然ながら情報交換というのはさせていただく必要があると思っております。それはもう県と JR 九州だけの問題ではないと思っておりまして、国土交通省鉄道局も含めた形でですね、こういった課題について課題の提起もさせていただきましたので、そういった状況についてのお考えをお聞きし、また実情を確認した上で、県としての考え方も整理していかなければいけないと思っております。はい、朝日新聞社力丸です。すみません、話が出ます。先ほどの民職の方の関係なんですけれども、こういう方々は先ほど知事がおっしゃったように、この働き方にしてはイレギュラーだったかと思うんですが、民職の方はローソンにも入れないですし、自分たちで声を上げるのが難しい立場かと思うんですが、県の方で、こういう働かせ方をした人が他にもいなかったかというのを調査するご予定はありますでしょうか。調査を とりあえずそういった類似の事例がないかというので調査を急がせました。あと5つ例がある、類似の事例があるという報告をもらっています。もうちょっと具体的に教えてください。具体的には承知しておりません。どこの所属であるとかですね、類似の事例が5件ほど考えられるようだという報告をこの直前いただきました。はい、どうぞ。日本経済新聞です。一部報道で、国の政策要望、今回の政策要望の中で IR の誘致というのを内容に含めるという報道がありましたけれども、この辺の件は実際にどうお考えになっているんでしょうか。 IR の誘致は基本的な考え方を議会にもご説明をさせていただきました。確かに関連法案はまだ成立してない状況でありますけれども、
継続して養成活動を続けていかなければいけないと思っておりますので、あの政府政策要望の中にも盛り込んでいく形になるんではないかと思います。あのハウステンボスという名前を具体的に何ということになるでしょうか。基本的な組み立ての前提がハウステンボスを前提に組み立ててますので、名前が出とったのかどうかっていうのはちょっとあの個別名称が出てたかどうかっていうのは確認しておりませんが、基本的にはその前提で、IR 誘致を目指したいと思います。はい、西日本市民の北島ですけれども、諫早湾探索問題なんですけれども、昨日あの佐賀県知事が林の署にお会いになられて、で、まあ、6月11日に期限を迎えますけれども、まあ、以前の取材ではあの政府政策要望に合わせて、まあ、国の方には要望したいというようなお話をされてましたけれども、6月11日前までに林の署にお会いする予定とかありますでしょうか。11日で政府政策の前に11日前に、まあ、政府政策要望でして状況されるんですか。状況の日程は決まっていました。うん、あの大体その日程でその前に会うかということですか。はい、今のところあの個別に林大臣にその前にお会いするような予定はありません。11日前後に国に要望される。ああ、そうですね。はい。長崎新聞です。一部報道で中国の東華線元国務委員があの本県で新日中友好21世紀委員会会合に出席するため、まあ、来県されると、6月上旬いらっしゃるということですが、県としてあのどのような対応を考えられていますでしょうか。あのまだですね、これはあの外務省で調整中ということでありまして、まだ決定されたというお話はいただいてないのでありますが、あの経過についてはご承知の通り、実はこれまでも本県開催を前提に調整が進められてきた経過がありますけれども、非常にあの難しい情勢の中で一旦これが延期されたという経過があります。そしてまたその後県としてもその正式な21世紀委員会の皆様方にお集まりいただくという形はありませんでしたけれども、その一部の方々をお迎えして、記念シンポジウム等も開催させていただいたところであります。で、まあ、今回はあの改めて、外務省が調整を進められているところでありますので、これから日中のさまざまな懸案の解決、良好な 国際関係の構築に向けた議論と提言等がなされればありがたいと思っているところであります。したがって長崎県として、日中友好関係で非常に関係の深い県という立場からこれをしっかり支えていかなければいけないと思っております。よろしいでしょうか。はい、すみません。県が主導してあの組み立てていくということはないでしょうか。それはありません。これはあの全く議論自体が国対国 の関係でありますので、おそらく内容等についてはですね、あの非公開になってくるものと思います。来店されるのは初めてということになりますね。新日中友好21世紀委員会が長崎で開催されるのが初めてであります。あの委員の皆様方の中にはですね、日中双方とも長崎にお越しいただいた方々は複数いらっしゃいます。はい、CC 西山です。すみません、先週の話ですが、南島原市長が逮捕されまして、まあ、知事の地元でもありますけれども、この辺はどのように受け止めていらっしゃいますか。あの大変残念であります。あの、まあ、私の地元ということもありますけれども、あの無投票で2期目を迎えられて、実は非常にこれまで、清掃の激しい地域でありましたので、これからいう新しい市の建設に向けて一緒に力を合わせて取り組んでいけると思っておりましただけに、こういった事件が起きたということを本当に、残念に思っております。
県庁移転のことでお聞きしたいんですが、今日は市の長崎市の方で議会に提案していた新しい市長さんの市長者の設置条例案を取り下げということで、市が計画していた5年後の市庁舎移転というのが後でしそうなんですけれども、県庁の方では、建設計画というのは予定どおり進められるんでしょうか。今ですね、スケジュール通りに進んできておりますし、進めていこうと思っております。少し先延ばししますと消費税も上がってくる可能性もありますので、さらにまた財政負担が大きくなるということ等も想定しないといけないと思います。ただ平成28年度いっぱいの完成は少し先延ばしになるというような話は聞いておりますけれども、当初から大きく外れるということはないものと考えております。今ちょうど建設資材が高騰している中で、県庁舎の建設費用も膨れ上がるというのが予想されていますけれども、今ここで東京工事をやるよりもやって民間投資の延命になるよりも少し先延ばしした方が安く建てられるというメリットもあるように思うんですが、本当にどうでしょうか。民間活用の方策も含めて検討してきた経緯かはあるようです。で、確かに今人材が足りなかったり資材が高騰したりという状況の中で、当初想定した建設費を上回るような状況で大変、苦慮している面もありますけれども、先ほど申し上げたように先に伸ばすことによって間違いなく財政負担等が軽減されるということであれば、それは先延ばしすることにやぶさかではないんですが、少し延ばした状況の中で環境が改めてどうなっているだろうかと、なかなか読めない状況ではないのかなと思います。例えばその災害復興需要等がですね、あるいはそのオリンピック需要等が収まるまで凍結すれば、あるいは下がってくる、環境も変わってくるという可能性はあるのかもしれませんけれども、そこまで伸ばしてしまうかという点については、これまでの議会のご議論等経過も踏まえた上で判断しなければならないのではないかと思っております。他にございませんでしょうか。最後質問に入ります。舞鶴の件ですけれども、今年の8月にですよ、長崎市とか経済界とかが誘致推進協議会、そういうのを立ち上げるという話があるんですけども、それに県は参加されるご予定はあるのかという、この間その準備委員会がありまして、その中では県はオビザーバーで参加されてあったと思いますね。で、実際それが8月にした暁には県はその中に入るのか入らないのか。コンベンション誘致の推進のための協議会立ち上げの件だろうと思います。コンベンション誘致は県も、これは県の立場からも必要な課題であるということで積極的に取り組んできたところでありますが、それぞれの地域のその誘致推進協議会に会員として入るかどうか、これまでもおそらく入ってきてなかったんではないかと思います。趣旨に賛同ではありますけれども、県の立場としては全県的な立場からそういった観光客コンベンションの誘致促進に力を注ぐということで、おそらくオブザーバー的な立場で関与してきていたんではなかろうかと思っております。どうもありがとうございました。